池田茶臼山古墳の航空写真国土、交通省国土画像情報をもとに作成。池田茶臼山古墳は、大阪府池田市五月急にある古墳。形状は、前方公園墳。大阪府指定史跡に指定され、出土品は、池田市指定有形文化財に指定されている。大阪府北部、五月山丘陵の暗部に築造された古墳である。これまでに洞窟にあっているほか。 1957年のさつきが丘区画整理事業で取り壊しが予定されたが、保存運動が起こったため、1958年に発掘調査が実施された上で保存されている。噴景は前方部が発達しない、えかがみ式の前方五円形で前方部を南東方向に向ける。噴球表面では吹き維持、葉に和列が検出されている。主体部の埋葬施設は、 公園部中央における縦穴式石室である。この石室は洞窟にあっているが、発掘調査において複装品数点が検出されている。また周辺埋葬として、公園部前方部座会における埴輪園頭館一基公園部北側における埴輪園頭館一基が認められている。この池田茶臼山古墳は、古墳時代前期の4世紀中央頃の築造と推定される。 稲川相模において築造された主張母としては、最古級に位置づけられるとして重要視される古墳になる。池田茶臼山古墳の後続古墳としては、北西約500メートルの五三道古墳が知られるが、規模を大きく縮小しており、五三道古墳の後続古墳も知られないことから、稲川流域の諸勢力の清水の中で当地域の勢力が衰退した様子が示唆される。 古墳域は1972年に大阪府指定史跡に指定され、出土品は1978年に池田市指定有形文化財に指定されている。現在は史跡整備の上で史跡公園、茶臼山公園として公開されている。古墳の規模は次の通り。墳丘はメスリ山古墳と約4分の1の掃除型をなす。白水久五塚古墳もまたメスリ山古墳の 約4分の1の掃除形であり、池田茶臼山古墳と、ほぼ同型になる。公園部墳長埋葬施設としては、縦穴式石室1基埴輪園筒館2基の計算機が認められている。縦穴式石室公園部中央に位置する。石室主軸は、墳球主軸と直行し、長さは6.35メートルを測る。底部は、粘土干渉とし、石室内面には、 赤色岩料が塗られていた。洞窟にあっているため全容は明らかでないが、発掘調査では、足つき腕形弾きなどの副装品が出土している。羽は円筒館公園部前方部境に位置する。発掘調査では、トース一本が出土している。羽は円筒館公園部北側の墳球基底部に位置する。縦穴式石室の発掘調査で検出された。 副総品は次の通り所在地交通アクセス関連施設。ありがとうございます。